今日のイカれた偉人は文豪田山かたい。代表作には少女病、布団などがありますね。実はこの布団という作品は田山の実体験が元になっていると言われています。今回は知らない方のために布団を簡単にご紹介します。とある中年作家が自分のファンであるという少女を弟子として受け入れます。しかし中年作家はその少女に恋をしてしまいます。その少女に彼氏ができると嫉妬して今すぐ別れろと言いますが、少女は別れず、その後少女を破門にしました。少女がいなくなった後、中年作家は少女が寝ていた布団を嗅いで泣いていたという内容です。ここだけ聞くとごく普通のヤバいおじさんですね。しかしこの布団という作品はエロジジイの性欲葛藤話だけではなく、当時の女性像の変化も描かれているので、気になる方はぜひ読んでみてください。ではまた。